背中がこうってなっちゃうとかじゃなくて、で、ここからこういうふうに動かすとかじゃなくて、背中の上の方だけを使っちゃうとかでもなくて、開いた状態から、問わず肘で打つときに背中を、しっかり使うという、ねことについてちょっと お伝えしたいなと思います。で、肩関節だけでこう、ね、こういうふうに打ってもなかなか威力が伝わらないので、かといってゴボッてこう動かしても ここから上だけだとそれはそれで衝撃が跳ね返ってここら辺の筋肉痛めちゃったりするので全体ですね、背中全体、腰までをしっかりとつなげて、ここから肘までがつながって打つというような形。まあ、形はいろいろなんですが、例えば、灯籠拳の中で玉冠式というね、イーファンブっていう形があるんですけど、そういう形で打つときに、ただ単に肩関節でこういうふうに打つとか、背中がこうってなっちゃうとかじゃなくて、ここら辺全部しっかり使って、まとめるっていう感じですね。例えばこういうふうに独立式から打つ場合でもただ単に肩関節をこういうふうにここからこういうふうに動かすとかじゃなくてで背中の上の方だけをこう使っちゃうとかでもなくて全体ですねここら辺をギュッとまとめて開いた状態から全体をまとめていくっていう形で打つというのをそうですね、肩関節だけじゃなくて背中の上の方だけじゃなくてしっかりここら辺の意識も全部使ってぐっとまとめるここをまとめて打つっていう形で普通の前でこうやってパッパって打つ時とかでもただ単に肩関節だけで振らないっていうことで、背中をつなげるっていうことを意識してみてください。じゃあ真帆でこういうふうに打つ場合もね一緒なので、こういう形で相手を掴んだところから例えば肘のところをグッと折りに行くとか顔を狙いに行くとかでもねこうここからふっとまとめるというかですねこちら側から見るとこういうここがしっかりとなんていうのかな肩関節だけでこういう感じにならずにここがまとまってしっかりつながった状態で全部がここら辺もまとめて動いてそれが肘の動きに連動するっていう形ですね。意識して、まあ、いろんな形あるんですけども要点は一緒なのでしっかりとここら辺ですね腰のあたりから脇腹通して できるだけ肩にロックがかからないように脱力しておいて肘をしっかり伸ばしてつなげて全身で打つっていうことを意識してみてください。ということでね、今回は肘打ちについてでした。まあね、ここら辺をつなげるということに関しては今までいろんな動画でねお伝えしていることと共通する部分も多いので、それができているかっていうのを試しながら、取り組んでみてください。では以上になります。お疲れ様でした。